キチェボは、マケドニア共和国西部の都市でビストラ山の南東斜面の谷間に位置し、オフリドーとゴスティバルの間にある。首都スコピエからは112キロメートル離れた場所にあり、キチェボ基礎自治体の中心地である。また町の周辺部には中世以来の修道院を、はじめ多くの聖教の建築物がある。キチェボ市外には27,067人が居住し、 マケドニア人は15,031人で、人口比では55.5%と多数派となっている。続いて、アルバニア人が7,641人で28.2%、トルコ人が2,406人で8.9%となっている。キチェボ修道院1930年代のキチェボキチェボが記された、古い記録には1018年の、 ビザンティン・マケドニア王朝バシレオス2世による文書や、オフリド大主教座のテフィラクトにより言及されている。オスマン帝国に支配されるようになると、キチェボはこの地域での軍事、行政の中心となった。この期間の注目されるモニュメントには、時計塔があり、丘のふもとに建てられ、キチェボカレーキシェブスコケールと呼ばれていた。内部マケドニア革命組織のキチェボ周辺での活動は、 市外に近いボゴロディツァプレシスタ修道院の聖職者、ヨシフにより始められ、近隣の村の多くの教師たちにより支持された。ヨシフとペレトシェブは1878年に、ドゥコ・タシェブ率いる最初の軍事組織を、キチェボで結成した。1903年8月2日に、キチェボ市民は、ヨルダン・ピペルカタラが率いるマケドニアの独立闘争に参加した。 1919年、キチェボをはじめとするマケドニアの地域は、ユーゴスラビア王国に統合された。第二次世界大戦時、キチェボは、イタリア王国の軍隊により占領された。1943年9月9日、アルバニア人とマケドニア人のパルチザンの合同組織により、イタリアの軍隊から、町の支配権を奪還している。ありがとうございます。